こんにちは、健康たまチャンネルのたまみです。この動画では健康に関することや体に優しいスイーツレシピを配信します。むーこちゃん、これはオートミールだよ。オートミールは食物繊維とミネラルが豊富に含まれるスーパーフードなんだよ。食物繊維が腸内環境を整え、ベータグルカンという成分が血糖値の急上昇を抑えてくれるんだ。だからダイエットにも効果的なんだよ。あれ？いないや。というわけで本日のご褒美シーズはスーパーフードを使ってオートミールがゆとオートミールクッキーを作りたいと思います。今回作るミルクがゆとクッキーにはロールドオーツというオートミールを使います。消化が緩やかで腹持ちが良いのでダイエットに向いています。まずはオートミールがゆを作ります。小鍋に牛乳とオートミールを入れます。お好みで豆乳やアーモンドミルクでもいいです。今回は自然の甘みで作りたいのでバナナを使います。バナナは黒い斑点のシュガースポットがあると甘みが強く美味しいです。皮を剥きちぎりながら加えていきます。シュガースポットのあるバナナは免疫力を高めてくれるんだよ。胃の粘膜を保護し、胃潰瘍などの疾患を抑制する働きがあるんだ。レーズンを加えて中火で煮ていきます。軽くバナナを潰しながら 1,2 分煮ます。甘酒を加え軽く温めたら出来上がりです。この時長く煮てしまうと甘酒の酵素が消滅してしまうので軽く温めたら火から下ろします。甘酒は市販のものを使ってもいいよ。作ってみたいなと思ったらこちらの動画を見てね。概要欄に URL を貼っておくよ。器に盛り付けたら完成です。お好みでシナモンやココアを振りかけても美味しいと思います。次はオートミールクッキー作りです。ボウルにオートミールと甘酒を入れます。甘酒をオートミールになじませるように混ぜ合わせます。こちらでもシュガースポットのあるバナナを使っていきます。皮を剥きちぎりながら加えていきます。フォークなどを使ってバナナを潰します。粗くざっくりと潰す感じでいいです。きな粉を加え混ぜ合わせます。きな粉はタンパク質、イソフラボン、サポニンが豊富に含まれているんだ。腸内環境を整えて美肌、美髪効果があるんだよ。ダイエットやアンチエイジングに有効な食材なんだよ。太白ごま油を加えよく混ぜます。太白ごま油がなければサラダオイルでもいいです。今回のオートミールクッキーはザクザク食感ではなくしっとりとした柔らかタイプのクッキーです。柔らか食感の決め手は甘酒とこちらのプルーンを使うことです。プルーンをちぎりながら加えていきます。プルーンはビタミンが豊富に含まれていて抗酸化作用が高いんだ。特に鉄分が豊富だから貧血気味の方におすすめだよ。くるみを細かくちぎりながら入れて混ぜ合わせます。クッキングシートをのせた天板に一口大に整えながらのせていきます。手で平らにならし形を整えます。180度に予熱したオーブンで20分焼きます。完全に冷めたら出来上がりです。本日のご褒美スイーツはスーパーフードで作るオートミールがゆとオートミールクッキーです。もう出来上がり？すっごく簡単に
に作れるんだね。今回はとっても簡単に作れて体に嬉しいレシピにしました。ほっこり温まるオートミールがゆは寒い季節の朝食にも最適です。鍋を使うのがめんどくさいって人は電子レンジでも簡単に作れるよ。電子レンジを使う場合はラップをして600ワット2分ぐらい加熱してね。オートミールクッキーはしっとり柔らかい食感でお子様にもおすすめです。よかったら作ってみてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価ボタンもよろしくお願いいたします。コメントやご質問いただけると大変励みになります。よろしくお願いします。